ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。そうだな。聞いてくれ。そうだな。違うよ。違うよ。違うよ。
ところでだね、何？どうしたの？これはすまない。Thank you.
はあ。やっほよっしゃ、やるぜ。あの、ちょっと。さすげえ。
どれ？
何作っちゃおうかな。いるか？これは毒があるやつ。あ、いや、ないやつかな。あん、紛らわしい。そう、これが薬の材料ってわけか。もうこの辺は詳しくなっておいた方が良さそうだな。食べられる魚しか見たことなかったけど、いろんな形のがいるんだな。みたいだな。意外と狭いんだね。正直物足りないが、かといって油断は禁物だな。煮込んだら美味しいかも。やっちゃおうかな。宝石のこの重量感、投げつけるのに向いてるかもな。え、一気にやった。強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとだ。あ、
あ、リラさんが言ってたのこれじゃないかな。早速リラさんのとこに持ってってみよう。確かにこれだ。よく見つけてきたな。どうやら新しい場所に踏み込んでも言いつけを守る程度には心構えもできたようだ。あれ、それじゃあ合格なのか。あの程度の場所で何を期待してた。いや、不安に思ってたか。今日の試験はお前たちが新しい場所をお前たちの判断で歩くための予行演習だ。俺たちの判断で歩く。最低限のことは教えた。あとは自分で考えながらやっていくんだ。自分で考えながら。それはそれで不安だな。そうだな。自分で考えながら行動することは今日の試験などよりずっと難しい。だが楽しくもあるはずだぞ。知らない場所を自分の足で歩いてどう感じた？あ、楽しかった。思ったよりすぐ終わっちゃったけど、あれが私たちの冒険だったのかな。僕はやっぱり怖かったけど。私たちは今後私たちの調査を本格的に始める。お前たちもお前たちで勝手にやれ。まあ、いざという時は助けてもらうつもりだがな。ああ、それとライザー。え？新しい材料で調合するってのはなかなか楽しいぞ。それが目的で冒険に出るのも大いにありだ。少し優しく手当てし、痛っ！やかましい。おとなしくしていろ。レント、その怪我どうしたの？まさか、リラさんに挑戦を？そんな命知らずな真似ができるか、だだだだだだ！いきなり傷だらけで転がり込んできた。訳を聞いても何も言わん。ボスたち、じゃないよね。今更あいつらにやられるかよ。相手は親父だよ。あ、親父。親子喧嘩にしては随分容赦がないな。骨折していてもおかしくないほどの打撃だぞ。元傭兵だからな、腕っぷしだけは強いんだ。ま、今はただのゴロつきだけどな。また殴られたんだ。いい加減村の人に相談した方がいいんじゃ。
相談したところで何も変わりゃしないよ。誰も彼も煙たがって遠巻きに見てるだけさ。つまり傭兵崩れのならず者か。そういうこと。どこに行っても鼻つまみ者の乱暴者。故郷のこの島に帰っても同じで、母ちゃんも逃げちまった。レント、あんな奴の息子だからってんで俺までみんなに。いて、な、何すんだよリラさん。私は愚痴に付き合うつもりはない。だよな、ごめん。だから解決策だけを言ってやる。親父よりも強くなれ。それだけで全てが変わる。そうだな。あ、そうする。絶対に。ありがとう、リラさん。感謝されるほどの助言ではなかったはずだ。あとはライザ、お前が手当てしてやれ。これも訓練だ。うん。じゃあ、リラさんの代わりに私がやるか。レントだし、傷薬あればいいでしょ。この差だよ。でも、傷薬があるなら助かるな。頼んじゃってもいいか。じゃあ、すぐに傷薬作って、リラさんのところに持ってくるよ。待ってて。ああ、何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。さあ何を入れよう。おお、いい感じか。何を入れるのがいいかな。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。わっ、何かが変わりそう。うまくいくかな。バッチリ。どこに何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。さあ何を入れよう。うわ、いい感じかも。さあ何を入れよう。うわ、いい、どれがいいかな。これでどう、うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。傷薬を持ってきたようだな。レント、これを使え。やれやれ、助かったぜ。ありがてえ。大して強い薬でもないと思うけど、そんな大怪我でもないだろうし、なんとかなるんじゃないかな。しかし、傷薬を持ってくると言ってすぐに調合をするようになるあたり、錬金術師っぽくなってきたな。そうかな。まったくだ、頼りになるぜ。そうか、それならちょっとくらい自慢しちゃってもいいかな。でもこんな話できるのはレントとタオ以外だと。
クラウディオくらいか。